ということで本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。すいません、ちょっと車を出たからなのでバックしながらなのでかなりドバックに集中したいと思いますが、まあ独り言喋ってますが、こちら、頭から入れるのあまり好きじゃないんですが、なんとなくここはさすがに頭から入れるような形だったと思います。ということで今回赤道トラフィックさん美味しかったです。おまけ動画になっております。よし、ということでこちら329号線、あれ330号線か、なんかもう相変わらず329と330号線を行ったり来たりしてますが、こちらの道になっております。普天間方面に今向かってますが、本当は逆方向に行きたかったので、ちょっとおまけ動画を撮りながら U ターンしたいかと思う、 U ターンっていうか前原の方まで行きたいかと思います。途中で新しい道路、なんかおまけ動画も新しい道路通ってますよね、何度か。ということで、台湾まぜそば、台湾まぜそばとか食べたことあったのかな、そういう動画の中で。いまいちっていうか、いまいちって表現変ですね。台湾まぜそば、多分そんなに食べた初めてかな、もしかしたら。実は麺系好きなんですけど、まあ焼きそばとかも好きなんですけど、まあそっか、焼きそばとかと一緒だと思えばいい。なんかラーメン、つけ麺、僕イケメン？違うな。そんなしょうもないことは置いといて、ラーメンとつけ麺だったら僕完全にラーメン派なんですよね。つけ麺じゃなくて、やっぱりなんかスープが欲しいんですけど、まあ混ぜそばありですね。油そばも、なんか油そばもなんかラーメンの部類に入れるから良くないでしょうね。僕、まあ、タイでクイッティアのが、ラーメンで汁付き、ちょっとこちらから新しい道路の方に普天間に行かずに行きますで、なんだっけ、タイ料理もクイッティアオがラーメン、タイラーメンって呼ばれるやつですよね。でパッタイっていうのがいわゆるなんかタイ風焼きそばみたいな感じでよく言われてますが、まあタイ風焼きそばも僕好きなんですよ。でもタイ風焼きそばとクイッティアオはなんか全然メニューの名前も違いますし、なんかそばっていう名前もないんで、どっちも好きなんですけど、なんか今までふと今思いましたけど、別のものだと思えばいいんですよね。つけ麺もラーメンもなんか同じ部類に考えてしまって、まあ、つけ麺はやっぱり一緒にある店多いですもんね。そしてあそこで好き、嬉しかったのはスープがついてると、やっぱりなんか焼きそば的そういう麺料理っていう感じがして、プラススープでいただけて、やっぱりなんか汁物、日本人なんですかね、日本人だけじゃないか、普通に洋食でも前菜にスープとかつきますよね。スープがあるといいですね。ぜひつけ麺屋さんも、つけ麺とスープ、つけ麺屋さんはなんか後で何でしたっけ、だしみたいなの入れてスープ飲んだりしますので、それを考えると必要ないのか、難しい問題です。なんか僕の中だけですけど、そんなこだわりも、そんなグダグダ言って食べてる人なかなかいないかと思いますが、僕はなんかつけ麺派じゃないので、まあって言っても食べたことないわけじゃないんですが、そんな感じでございます。ということで、何度も通って右側にガードレールがある道ですって何度も言ってますけど、右側にガードレールがある道でございます。ということで、このままいつもの鯖下公園、ちょっと大じゃらの方に行こうかな、どうしようかな、大じゃらのソフトバンクにも行きたいんですけど、鯖下公園あたりで動画は終わったら早すぎますかね。おまけ動画になってない感じですね。こちら、そのまま行くと鯖下ですね。そのまままっすぐ行くと前原に行く道です。なので、何を悩んでるっていう話ですが、この辺もなんか一部こんなでっかいフェンスじゃない、コンクリートの壁があるところもあったんですね。
最近ここなんか動画内でよく通ってる気がしてしまってネタが見つかりません。ちなみに前なんかの動画で言いましたけど、鯖下公園の前に八連っていう、前のライブ配信か、八連っていうラーメン屋さんができたんですよね。読谷で美味しいという話の、ラーメン屋さんです。僕食べたことないので話ですって前も多分ライブ配信で同じようなセリフを言ったと思いますが、それが、このまままっすぐ行くとめっちゃ小さなお店があります。その昨日そういえばお昼時にその、多分動画がそっちの後になると思うんで、ちょっとだけ前振りをしとくと、鯖下公園近くのあれ何でしたか、イタリア料理のパンみたいなやつ動画撮りながらもちょこちょこ忘れたんですよ、その名前を。イタリアレストランに行くとあるパン、ちょっと油っぽい味のついた、なんかオリーブオイルとかがもうすでについてるようなパンみたいなやつ、パンじゃないですよね、それの話が長いな、それのサンドイッチとかがあるお店が結構分かりづらい場所にあって、僕も初めて知ったんですけど、そのお店に行っていただいた動画そのうち上がると思いますので、それを撮るのに鯖下公園でちょっと、道の案内もするために鯖下公園出発で行ったんですけど、その時にその八連っていうラーメン屋さんがめっちゃ並んでました。店自体多分狭い、もう屋台のお店ぐらいな、今目の前鯖下公園見えてきましたけど、この左、ここから近いとも左側ですね、左側にそのお店がありまして、看板出てますね、多分駐車場、一応この左の建物のところが駐車場なのかな、八連って書いてると思うんですが、ここのラーメン屋さんがですね美味しいらしいです。僕も食べたことありませんが、この左のあんず食堂って見えてるかな、看板、この左のパーラーのところに、あ、今日も並んでる、お、今日も並んでますね、今日も並んでます、2人ぐらい並んでましたけど、ラーメン屋さんが最近できました。もともと読谷にあって、こちらが支店みたいですね。なので気になってるんですが、とりあえず今月いっぱいは、10月いっぱいはお得にお店を紹介しようということで PayPay 使いまくってるので、今日も PayPay でした。ということは PayPay もここ結局やばい、いつ行こう。この左前の唐揚げ屋さんも PayPay 30% プラス 20% クーポン出てたので半額でいただけるんで、行くタイミングがない早く終わりすぎなんですよね、宜野湾市のやつが、宜野湾市のやつが早く終わりすぎなんですが、唐揚げ本舗荒竹さん、こことも1店舗唐揚げ屋さんがクーポンで出て、同じく 30% で合計 50% 還元のお店があるんで、ちょっと両方一気にご紹介しようかと目論みながら、月末が迫ってきております。いつ行こうかな、いつ行こうかと悩みながら、ここまでやってきました。ここまでやってきたので、ここはちょっと大蛇の方に降りていこうかな、降りていって、まあ、この辺で終わりましょうか。前原交差点でございます。降りていって次の交差点で止まる、まあ、それぐらいで、ちょっと次の信号引っかかったぐらいで止まりたいと思います。前原地区でございます。飲み屋さんが多いエリアでございます。ということで、何の、あとそういえばここの左側全然映ってないんですけど、行ったことある人いますかね。ラーメン、なんて読むんだろう、ダイアンかな、
長い、永久の A に、いわば大安、大安吉筒の大安、大きいに安心の安って書いて、A 大安って読むのかな。結構店構え古いんですけど、ずっとあるんですよね。そしてずっと行ったことないんですよね。気になってはいるんですけど、老舗で多分人気はあるからずっとあるんだと思うんですが、行ったことがなくて、あれ今日、あれでも今お昼時なんですけど、車があんま止まってないな。ちょうど1時だから入れ替わりで車いなくなったから。そこ美味しいんですよね、きっと。本当なんか多分中華料理屋さん、ラーメンとかある中華料理、昔ながらの中華料理屋さんだと思うんですけど、沖縄県意外となんかそういう昔ながらの中華料理屋さんちょこちょこありますよね。なので気にはなっているんですが、行けておりません。ということで10分は経過しました。10分は経過したのでもうちょっと長めでと思うんですが、ちなみに、あ、なんか変なところで止まってしまった。ちなみに右ジョイフルがあって、三栄があって、松本清がありますが、その先に紹介したことあったかな、ありますよね、タコライス屋さんがあって、その横にパン屋さんが、なんかの時にも言った気もしますが、パン屋さんができました。マルコポーロ、どこかのパン、沖縄市にもマルコポーロがあって、具志堅パン、スーパーに普通にパンが売っている具志堅パンの系列の焼きたてパン屋さんですね。それがここ宜野湾市にもやってきました。一度妻が買ってきて食べましたが、まあ、普通に焼きたてパンで美味しい感じです。ということで、すいません、プレミアム付き商品券じゃないプレミアム公開の動画、ただのドライブ動画ですが、そちらの動画多分この辺で終わってしまって、逆に王者の方に行ったかと思うんですが、すいません、熱暴走で iPhone なんか iOS15 でしたっけ、新しいやつ、それになってなんか熱暴走するタイミングが増えたような気がするんですが、すいません、熱暴走してしまったので、今回ちょっと撮り直して、しかもですね、こちら翌日でございます、金曜日でございます。金曜日に別動画で今移動してるんですけど、その別動画の合間にちょっとだけお詫びの最終だけ撮らさせていただいてます。次の信号を引っかかる、多分ガネコの辺で引っかかると思うんですが、そちらまでにさせていただきます。昨日はあれですね、台湾まぜそば屋さんですね、台湾まぜそば屋さんいただきました。まあそんな話はもう多分してると思うので、どんな話で終わったのか次の日で撮ってしまってるので全く覚えておりません。申し訳ありません。もうすぐが猫ですね。王者なに行くって言って多分切れてしまったと思うんですが、ちなみに昨日もいい、昨日あれ昼間曇ってましたっけ、今日はいい天気ですね。朝はちょっと雲多めだったんですけど、今はいい天気になっております。ということで、まもなくが猫の交差点です。ちなみにこれ多分ちょっと数日しばらく後になるかもしれませんが、いろいろ話してる唐揚げ屋さんの、このプレミアム公開のドライブも言ったかもしれないですね、唐揚げ屋さんの動画を、唐揚げ屋さんに今向かっております。ということで、こちらのがねこの交差点で終わりにしたいと思います。いつも長々とこんなおまけ動画お付き合いいただきありがとうございます。ということで、こちらのがねこの交差点で失礼させていただきます。本日もありがとうございました。サワディクラ、バイバーイ、ありがとうございます、バイバーイ。